ありがとうございました。浜田聡君。はい、会長。はい、NHK 党参議院会派みんなの党、浜田聡でございます。本日お二人の参考人の先生方どうも勉強になりました。ありがとうございました。私の方からはですね、両参考人の先生方の共通の質問を2つさせていただきたいと思っております。まずこちらで質問を2つ申し上げまして、ご答弁の時間配分についてお二人にお任せしたいと思います。今回の会の議論の中心がですね、憲法第56条第1項の出席に関するものでありますから、それと密接に関連するものとして緊急事態の対処方法、そして現行憲法の前の憲法である大日本帝国憲法について、両先生のご意見をお聞きしたいと思います。時間も限られておりますので、端的に私の意見を申し上げますと、緊急事態への対処についてはですね、大日本帝国憲法が、よく制度設計されていたのではないかと考えております。現行憲法がですね、未来永劫危機が訪れないことを前提にしているように思われます。だからこそ緊急事態条項がですね、話題となって、注目されるのではないかと思われます。一方でですね、帝国憲法はですね、危機の想定について憲法の秩序そのものが崩壊するような危機のことを想定しているように思われます。では帝国憲法について具体的にどのように制度設計されているのかについて、端的に申し上げますと、議会が開けなくても内閣と枢密院という天皇の顧問機関がありました。で、議会が開けないと本来は法律が作れないんですが、そんな時こそ法律を作らなければいけない時があります。そこで緊急勅令という制度がありました。これは内閣と枢密院だけで作ることができました。さらにその内閣と枢密院も機能しないときは、最後の手段として天皇自らが緊急勅令を出すということも可能であったわけでございます。このようにさまざまなレベルの危機に備えてですね、何段構えにもなっていました。ただしですね、この緊急勅令、議会の許可なく国民の権利を制限するものであることができできるものでありますので、緊急事態であろうとも政府が勝手に国民の権利を侵害してはならないと考えられましたので、条件がつけられていました。それは一時的であることでございます。次に議会を開くまでの暫定措置という条件がついておりました。さまざまな意見があるとは思いますが、私はこのような帝国憲法の制度設計は優れたものではないかと考えております。もちろん現行制度では枢密院はありませんし、天皇に対する考え方についても国民の意見は明治時代とは異なっていることを考えられますので、これをそのまま今後の制度設計することは難しいと思いますが、緊急事態への対処という意味では大いに参考にすべき点はあるのではないかと考えております。そこで両参考人に2点お伺いしたいこととして、1点目がですね、このような帝国憲法の、究極的には憲法秩序そのものが崩壊するような危機も含めてですね、さまざまな危機に対して何段構えにもなっている制度設計、そして緊急時にできた権利制限が暫定的とされている制度設計についてご意見をお聞きしたいということが1つ。もう1点がですね、憲法というのはその国の歴史、文化、伝統そのものと言っていいものでありますから、仮に憲法改正草案を作る際にはですね、帝国憲法も大いに参考にすべきではないかと私は考えているのですが、仮に憲法改正草案を作る際には帝国憲法を参考にすべきという意見についてのご意見をお伺いしたいと思います。時間も限られておりますので、1点、2点のうち1点のみでも構いません。赤坂先生、長谷部先生の順番でよろしくお願いします。赤坂参考人。かなり広範なご質問をいただいたように思いますけれども、そのうちか引っかかった1点だけお答えしますと、その、特に緊急事態っていうのは、その執行部の力ないし、その動きというのは強くなる時間なんですね、時なんですね。で、そういう時こそそれをその抑制する組織というものが必要で、その執行部というものは特定の目的に向かって、視力を総動員して、リソースを総動員して目的を達成する傾向があると、それに対してそれを常に検証し批判しオルタナティブを提示する組織というものがやはり必要であると。で、緊急勅令というものはその観点からすると議会ではなく執行部の手段ですので、私の観点からそれをその緊急時においてこそ統制、さらに別の観点から統制する議会的組織を確保するということの視点がやはりさらに重要なのではないかと考えます。では私の方から以上で。長谷部参考人。
まずその緊急直令との関係です。これは歴史的な事実をちょっと申し上げますが、現在の日本国憲法の制定の過程におきまして、実は総司令部案を受け取った日本政府側は、この緊急直令に当たる条項を新しい日本国憲法の中に取り込めないかと。ということを、総司令部との間の折衝の場に持ち出したんですが、そうすると総司令部の側はどう答えたかって、必要ないだろうと、現在憲法73条になりますが、内閣は法律の委任を受けて、政令を制定することができるので、緊急事態に対応するような法律を作っておいて、その法律で政府に対し、ある程度広範な権限を与えておけば、それで十分対処はできるはずだと、というのが総司令部の考えで、だとすると、これは日本政府の側ですが、政令でもちゃんと刑罰を科することができるように、そういうことにしてもらいたいと、ということで、それは明文で、現在73条で法律の委任を受けて、刑罰を規定することができると。というそういう罰則を規定することができるという、そういう仕組みになっております。で、この考え方自体については、第90回の帝国議会においての日本側の政府の説明も、変わっているところはない、特に緊急事態を設ける必要はないのではないかということであったというふうに考えております。以上でございます、とりあえず。浜田聡君。大変参考になるご意見ありがとうございました。私から、質問の方を終わります。